ショノルキスフラグランスショーノーキスフレグランズは卵化植物の一つ。ごく小型の着生卵だが小さな花が多数つくので干渉価値は認められている。小型の着生植物。草丈は 3cm ほどにしかならない。茎は約 2cm で多数の葉を2列に密につける。葉は長楕円型で長さ2.0から 2.5cm。葉質は厚くて硬く。 葉の先端は丸くなってその先が急に小さく突き出す。花形は球状に曲がりながら伸びて、その長さは2センチメートルで、そこに多数の花を密集させる。花は半ばまで開く形で、長さ約0 5センチメートル、高視色をしている。上顎片は、卵形で、長さ0 3センチメートル側顎片やや歪んだ、到来形。 手長さ0 5トル、先端は尖る。新弁はわずかだけ3つに裂け、長さ0 3トルで中央の列辺は、下形で中央に、多肉のカルスが乗る。巨は、長さ0 3トル、まっすぐに伸びて、円筒型をしており、先端部がやや膨れる。随中は短い。本種は最初は、HG レオションボックラによって、 サッカロービウム属の新種として1876年に記載したもので、これを1963年にシーデン・フェーデンとティースマイティナンドが本属に移したものである。種商名は香りが強いのいであるが、普通は匂わない。インド北東部からミャンマー、タイに分布し、コンコーリ林の乾燥気味な場所で樹幹部に着生する。葉蘭として栽培される。本属では、 ユンキホリアが最も流通しているが、本種はほぼそれに次ぐものである。ただしいずれにせよ一般に広く知られたものではない。以下、種として辛さは P246 ここまで辛さは P246 斎藤 P121 ありがとうございます。